ズレズレなるままに日暮らしパソコンに向かいて、老いたる両親のよしなし事をそこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂おしけれ。ズレズレ草、うんぺちゃんあやちゃんのおとぼけ日誌六の段、うんぺちゃん馬に乗る。ある年の5月の中頃、うんぺちゃんあやちゃん夫婦と直樹ちゃんさないちゃん夫婦が一緒に食事をした時のことです。大型連休も過ぎ、梅雨まではまだ少し間があるという頃、暖かな日の光を浴びて草や木の芽がすくすくと伸び、辺りを淡い黄緑色から新緑に変える、そんな一年で一番すがすがしい季節。うんぺちゃんはもうじっとしていられず、季節になってきたな、寒くもなく暑くもなく、今年も梅は見れたし桜も見れた、よし今のうちにちょっと信州あたりに行ってきてみるか。高原の緑はまた格別に綺麗やろな。けど直樹、お前行けんやろな。ちょっとね、日帰りか何かだったら。日帰りってか、そんな世話しない。行くんやったらせめて2泊ぐらいせんと。いやそれじゃあ今月は無理だよ。そやろな。ほな、さなえ、NG 出せるか。お父さん、そんな勝手な。なんで、ゴールデンウィークでみんな行き切った後や。もうそろそろ空いとるやろ。これが日がな一日することのない後期高齢者の特権や。私まだ後期高齢者じゃないんですけど。ほんまやわ、失礼ねえ。すまんすまん。けど費用は全部わしが出すで。あ、じゃあ事務所にスケジュール聞いてみるね。現金なやつ。あれまあ、何のことやらやね。いいせよ。というわけで翌日早速、うんぺちゃん自ら受話器を取り電話。さっさと宿に予約を入れまして、さなえちゃんも事務所に連絡。ラッキーにも空いていたのでスケジュールを抑え、これで準備完了。思い立ってから半日足らずで2泊3日の信州新緑ツアーが決定いたしました。そしていよいよ出発の当日。邪魔、気をつけてね。いってらっしゃい。おう、ほなさね、ぼちぼち行こか。はいはい。無理するなよ、途中で休め。堪忍袋の尾は長く。分かってる。じゃあ、ほら行ってきます。はい、行ってらっしゃい。とまあ、無事出発。このご一行様、うんぺちゃんはお殿様、あやちゃんは付き添いの腰元、さなえちゃんはお抱え運転手といった格好。そしてやはり予想通り、お殿様はここが見たい、ここに行きたい、あれが食べたい、あれを買いたいと思いつく様突然の目的変更。いくら覚悟をしていたとはいえ、堪忍袋の尾を長くしたさなえちゃんもそろそろしびれてきた頃、ようやく2泊目の宿に着きまして。うわー、何これ、もしかして1泊何万もする旅館じゃない。そうなんです、もう玄関から趣のある落ち着いた雰囲気。うやうやしく中井さんに部屋に通されまして、食事は全部部屋食、揚げ膳末膳の至れり尽くせり。あのまあ、贅沢な。すごい。まあ、日頃のお前らにご苦労さんのお礼や。今夜はゆっくりやってくれ。
堪忍袋の長くしといてよかった。ありがとうございます。じゃあいただきます。あ、そやさない。それで明日やけどな。え、明日何？あのな、わし小海線に乗ってみたんやけどな。小海線？はあ、お父さん前から言ってたね。うん、いっぺん乗ってみたかったや。ああ、じゃあどっかの駅で降ろすから乗れば？降りる駅を決めといてくれれば、私車回して待ってるから。おう、ほな、そうしてくれ。というわけで、あくる日、宿から一番近いであろう小海線の駅へ。お父さん、今度は45分後だね。えぇ、45分ってか、小一時間も待たなあかんのか。なんで？いや、だって山手線じゃないんだからそう頻繁には来ないでしょ。けどお前、こんな駅で小一時間もぼーっと待て言うんか。しょうがないでしょ、乗りたんやったら。2、30分に1本は走っとる思ったのにな。しゃあない、もうええわ。え、やめちゃうの？諦めんの？もうええ、もうええ、そんな待っとれ、行こう。いいの？なかなかこんなチャンスないよ。もうええって、さっさと次行こう。ねえ、気短いやろ。いつもこうよ、昔からこうやねん。おい、何しとんねん、行くで。あらら、というわけでむくれたうんぺちゃん車に戻ると、なんや、もう今日はのっけからけっつまずいたな。疲れがいっぺんに出てきて。じゃあどうする？まだ午前中で時間はたっぷりあるし、どこ行きます？行く言うたてな、もうええか。第一目標の信州の新緑も堪能したし、疲れてしもて、もうプラプラ帰るか。え、もうこのまま帰っちゃっていいんですか？うん、ええ、そろそろケツも痛なってきたし、もう帰ろう帰ろう。もうそう。じゃあ目的地自宅でナビ入れちゃうよ。おお、そうしてくれ。というわけで思わぬ展開となりまして、このまま小淵沢方面に出て中央高速に乗り換えれば、どうゆっくり走っても夕方前には着く感じです。おととい昨日と振り回されたさないちゃんも少し肩の荷が下り、やれやれ、これで帰れると余裕を持ってハンドルを握っておりますと、さてと、どうするか。え、しまった、油断した、ここで来るか。さないちゃんは心の中に一度しまった堪忍袋を慌てて取り出しました。何？どうしたの？確かこの辺に大きな牧場あったやろ。牧場？そんなとこ行って何するの？ええねえかい、時間があるんやからちょっと寄ってみようや。うんぺちゃん、いつの間にどこで見つけたんでしょうか。ほどなくすると牧場の看板が。広い駐車場にゆっくりと入っていくと、売店のそばに車が何台か止まっていまして、その遥か離れた駐車場の端の白い柵の向こうに馬の姿が。おお、あそこに馬おる。行ってみよう。すぐそばまで車で行けるやろ。おお、本当だ。あの、まあこんな近くに。ほんまやな。あのな、さない、売店の近くに車置いてこい。え？ええから、わしここでちょっと馬見てたいからな。あそこに車置いてこい。いや、でもあそこまで結構あるよ。待ってるから。ええから、置いてこい言うてるやろ。あれくらい歩ける。はよ、車置いてこい。ん？うんぺちゃん、なぜかいつもより強い口調です。仕方なく、はいと、さないちゃん売店の近くに車を回し、さっきのところに戻ってみると、
あやちゃんが一人ポツンと立ってます。あれ、お父さんは？なんか知らんけど、馬見てくるってあっちへ行ったわ。ふと見ると白い柵の傍らに乗馬体験コースの看板が。さなえちゃんはうんぺちゃんを追いかけました。お父さん、うわ、あいつ早いな。お父さん、そんなとこ行ってどうするの？うんぺちゃん一生懸命歩くのですが、さなえちゃんはどんどん追いついてきます。これじゃまるでウサギとカメ。やがて係のおじさんが見えてきましたが、さなえちゃんはもうすぐ後ろに迫ってます。いらっしゃいませ。お父さん、追いつかれた瞬間、うんぺちゃんは馬乗れますかな。実はうんぺちゃん、前々から一度馬に乗ってみたかったのですが、なぜか言い出せなかったそうで、やがてあやちゃんも追いついてきて、みんなで乗馬体験をすることになりました。3人、あぶみの高さにしつらえられたプラットフォームのような台に乗って待っていますと、最初の馬が。さあ、それではまずあぶみに左足をかけていただいて、蔵の前の方の出っ張りをつかんで、自分を引っ張り上げるようにひょいっと馬にまたがってください。はい。まずはあやちゃんです。はっ、おお、お上手お上手。はい、では次はご主人。はいはいはい。あぶみに左足かけて、蔵の前の方の出っ張り、これか、これを掴んで自分を引っ張り上げるように、ひよっひっ、あれ、あれ、うんぺちゃん、どうしたの？大丈夫？なんのこれしきよ。はっ、いっ、あらら、うんぺちゃん、またがろうと必死に右足を上げるのですが、いかんせん腕の力が衰えていて体を引き上げられず、結果右足で馬の尻をポンポン蹴飛ばすことに。馬の方は、おいおい、じいさま大丈夫かい？日が暮れるよ。手なめをしてじっとおとなしくしています。ごめんね、あんたも堪忍袋の長いわね。すると分かってますよと馬はさなえちゃんにウインクを返しました。あかん、またげん。いや、こればっかりは自力でまたいでいただかないと。私からは。寂しそうなうんぺちゃんを見たさなえちゃんは、お父さん、これまたがないと乗れないよ。なこと言うたかて、またげんねや。乗りたい？うん。どうしても乗りたい？うん。よし、じゃあ行くよ。というとさなえちゃん、うんぺちゃんの腰のベルトをつかみ、右足を持って、せーの、えい、渾身の力を込めて押し上げたと、バキッ、あ、うんぺちゃんの股間から異様な音が。はあ、ごめん、大丈夫お父さん、痛かった？今更さすってももう遅い。いや、気遣いない、気遣いないと、なんとかまたがり馬上の人となったうんぺちゃんは、案外ご機嫌でパッカパッカと乗馬体験を楽しみました。めでたしめでたし。さて、旅行から帰って数日後、乗馬体験でうんぺちゃんを壊しちゃったんじゃないかと心配になったさなえちゃんは、うんぺちゃんの大好物ビーフシチューを作りまして、買い替えデリバリー。おお、さなえ、うまそうやな。いや、それはそうと、お父さん、あれから大丈夫？足。おお、あの時はお前に無理やりまた裂かれて足取れた思ったけどな。なんでか
あれからえらい足上がるようになってな。ほいほいほい、ええ、なと足踏みをしてみせまして、いやおかげさんで以前より足が軽なった。会長会長、もうこれでどこへでも行ける、スキップでもしようか、てなもんや。おきにおきに。荒療治というか逆療法になったようで、さなえちゃんはほっと胸をなで下ろしたのでありました。いやしかし牧場へ行ってよかった。馬は効くな。はい、ああわっけわかんない。ただいまの出演、うんぺちゃん、竜田直樹、あやちゃん、高木さなえ、直樹ちゃん、島田凛、さなえちゃん、服部ゆか、語り、塩谷幸三、音楽、岩本正樹、作、演出、竜田直樹、以上でお送りしました。